順調だよ。もうすぐ何か成果が出るかも。この海図についてずっと調べてたんだけど、整理してみて分かったことがあるんだ。やっぱりこの星の一つ一つが門の場所を示してるのは間違いない。そしてこれは万象の大天に至る道しるべとなる道具。つまりこの無数にある星々のどこかに万象の大天につな、このちっこい玉のさらに小さい星のどれか、そうなんだよね。そこが、なるほど、そこで手が止まっているという状況なんですね。なんか光が弱いんだよな。もっとガッと光ってくれれば分かりやすいのにな。そうだね。そうか、もっと光らせれば、もしかして。ありがとうディアン、もしかしたらいけるかも。 また俺か。今度は何をひらめいたんだ。これだよ。これは例の金属で補強した。そう、私の調べだとこの結晶は、どうもこの結晶が無理やり石板の力を引き出しちゃうみたいなんだ。転移の力に反応してそれを増幅するもの。サルドミカの錬金術師もきっとこの研究をしてたんだ。なるほど、話が見えてきました。これを海図と組み合わせれば、もしかしたら光も強め、試してみよう。門をくぐった先が異世界なんて今でも信じられません。何作ろうかな。どこに入れよう、どこに入れよう。よし、行け。できた。これはかなりの自信作だよ。ほう、海図に何やらくっついとるの。うまく組み合わせないと力がちゃんと伝わらなくて調整が大変だったんだよ。ほら見て、この光。あと一本。ねえアンペルさん、そろそろ僕らにも。そうだな、そろそろいい。待ってました。まず前提からだが、空間島を守る、これが。突然出現した科学軍島をどこか遠くに移動させるか。ああ、そうするにはあの島を操る装置を見つける必要があったんだが、中核と思われた宮殿は空だった。遺跡の作りとしてもあの宮殿以外にはその手の装置が備えられてるような施設が見当たらないんだ。そこであの宮殿内にあった無念の痕跡から、あの島は入り口か起点でしか。今もしきりに大天のうちにいたれって聞こえてくる。いや、異物から見て挫折者たちも同じく石室から門を開くことで大抵。そこでエミルさんや他の錬金術師たちは龍脈による転移を研究していたんです。なあ、
だがその方法では世界の壁を越えることができない。あいつの手法。でも私たちにはオーレン族、カラさんとの友好の証がある。今作ったこれの中心の方を見て。他の星に紛れて見えづらいけど、大きな輝きが一つあるでしょ。まさか。うん、私を呼ぶ神代の民の根拠地、英知の神殿を名乗る城塞都市。ってことは、あとは乗り込んでやっつけてライザを解放させりゃ一番の目標は達成じゃねえか。ありがとう。でも話ではなんとなく流してたけど、それは？他の挫折した錬金術師たちと同じ世界の壁を越える方法だ。なるほど、奴らが絶対優位を保つための技術だ。おいそれと触れさせはしないわけか。でもそれは変だよ。向こうから招いてるのに、その手がかり。うん、軍刀を調べても手に入ったのは遠くに伝える力だけ。世界の壁を越えられないから、位置が分かっても伝える力が強くても意味がないんだよ。ふむ、現状はまさかの手詰まりじゃ。アンペル、打開策らしき心当たりもないのか？悔しいが、ない。まるで明かす気がないほど世界の壁を越える技術だけが綺麗に抜け落ちている。こうなればまた行ってみますか。心底嫌だけど。まさかライザ。カーク軍と荷物持ち。こんなものが突然現れたって。どうしてもっと大騒ぎにならないんだろう。いろんな罠や仕掛けを見てきたけどよ、やっぱりこの石室はおかしいぜ。作りが雑すぎる。確かにな、外観との異常な格差からしても何かしら意図があると考えるべきなんだ。錬金術師二人、さまざまなものを見て回り、積み上げてなおその世界。足りないよ。大体世界の壁を越えるなんて一生かけ。誘いをかけた錬金術師全員にそこまで無謀な研究を促すとは思え。必ず奴らの模範解答があるはずだ。腕に覚えのある錬金術師たちが引っかかるような、でも用意された材料でたどり着けるような。大半はこの宮殿内に疑似的な門を開くことで攻めてて。かように無残な有様か。やはり地表部分に仕掛けらしきものはないな。この島は綺麗すぎる。そうそう、本当に綺麗に作られすぎてて、余計な仕掛けを作るだけの可愛げが見当たらないんだよ。そんなもの私は少しわかりますけど。役に立つまで鍛えるしかないぞ。
そうですね。まったく、立派な外見に硬い扉を備え付けて中身がこれとか。それは現物を知るわらわが保証するぞ。まあ他でやってた悪さと比べたらこんな開けてびっくり。レイザー、どうかしたの？例の声か？大丈夫、少し考えてるとこ。そう、そう感じさせたものは一体何？最初の最初はどこで何をしてた？私は最初にここで。そうだ、鍵をつく。いや違う、鍵をつく。ライザ、大丈夫？声の影響は？なんともないよ。それよりアンペルさん、リラさん、あいつらが何をさせたいかは分かったよ。本当か？やっぱり私たちが作るべきは鍵で、開くべきは扉なんだ。鍵か。今度はどこの扉を開けるというんだ？私たちが入ってきたあの扉だよ。え？でも、はあ、これはまた面白いことを言うの。俺は正直ライザ姉の考えの半分も分かってないが、でもライザ姉を信じてここまでついてきた。それで悪いことが起こったことはない。良き錬金術師ディアン。じゃあな、最後まで共に行くのみよ。みんなもありがとう。アトリエに戻って最後の鍵を作ろう。開いている扉を開くか。ライザの勘。鍵を作るのに必要な道具は2つ。まずは3つの怒りから得た力で完成させた、遠くに伝える力を備えた道具。エミルが残した情報から生み出した石板だな。そして力を伝える場所を特定するため、サルドニカとフォーレに転移した時みたいに石板から鍵に力を集める。それから新たに作り出したこの天球儀から晩鐘の大典の位置情報を手に入れる。2つの力を合わせることで晩鐘の大典にたどり着く扉を開くため。でもこの天球儀がどんな反応を示すかはわからない。神代の民が生み出したものだから。大丈夫。うん、信じてる。それじゃあ、負けるなよ。ここはどこ？星が見える。うん、違う、あれは門だ。ここはなんて広いんだろう。どこにでも行ける。あれは何だろう。
っかく広いここにポツンと寂しく浮かぶ。そうか、ここにあったんだ。ライザ、起きろ。目を覚ま…待て、アンペル。戻ってきている。ライザ、私たちがわかるか。これも大冒険っていうのか。お前というやつは…だが間違いない。ライザだな。成功したみたいだね。体はもう平気なの？うん、全然大丈夫だよ。出かけよう。ずっと昔からあいつらはいろんなものを奪ってきた。オーリムから豊かさを、オーレン族から平和を、フィルフサから自由を、ネメドから技術を、フィーから仲間を。今も奪うための手を私に伸ばしてる。この強い後ろからすがりついてくる力を振り、本当に立ち向かうべきこれからのために、私たちがみんなついてきてくれる？うん、行くよ。つか今さら聞くな。晩鐘の大典には個人的に興味もあるからね。タオさんもライザさんもみんな。今度は残らなくてもいいんだろ？当然、この旅の最後まで。ライザ姉のためにやるぜ。任しとけって。宮敵に迫る好機をわらわが逃すわけもなかろう。お前のために行こう、良き錬金術師ライザリン・シュトウト。行こう、晩鐘の大典に。そして全部終わりにしよう。